週間天気をお伝えします。上空の強い寒気の影響で北日本の日本海側や北陸を中心に雪や雨が降り続きます。特に北日本では大雪となる恐れがありそうです。一方で太平洋側の地域では晴れる日が多くなっていきますが、6日月曜日以降は湿った空気が流れ込む影響で各地ですっきりしないお天気となっていきそうです。気温は日々の変化が大きくなっていきます。週末までは朝晩の冷え込みにお気をつけください。そして週明け以降はやや気温の上がりやすい日が多くなっていきそうです。日ごとの気温の変化が大きくなっていきますので、日に合わせた服装選びを行うようにしてみてください。でこの先も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。